25時ナイトラジオで。皆さんこんばんは、東雲アナ役の鈴木みのりです。皆さんこんばんは、秋山瑞希役の佐藤ひなたです。この番組はスマートフォンゲームプロジェクト世界カラフルステージフィーチャリング初音ミクに出演する私たちが作品の情報や魅力をお届けしていく番組です。はい、はい、ついにハーフアニバーサリーです。4月になりましたね。そうですね、ハーフか。もうなんかもう半年経ってるってことだよね。でもなんか2年ぐらいやってる気持ち。なんかね、うん、私たちの気持ち的にはでも多分 ねレコーディングとかで関わってきた時間が長い分、うんうんうんね、なんか皆さんよりも長い時間もプロセカに出会ってたからかななんて。確かに。でもすごくない？だってまだ半年しか経ってないのに、うんうん、すごい盛り上がってるじゃない、いろんなことで、うん、ツイッターもそうだし、ありがたいよね、ゲーム自体もそうだし、うん、イベントとかね、あのカフェとかもさ。そうか、だってもうカフェも何回かやってるのがすごくない？すごい。コラボとかもさ、今絶賛タワレコカフェ中かな、うんうんうん、かと思われますが、うん、ね、今ちょっとご時世があれですけど、うんうん、俺はスターになるプレートみたいなのが私はすごい印象的でした。コラボカフェってああいう面白いね、タイトルがね。タイトルが大好きなんです私は。ああいうグッズもね、うんうん、さっきみのりちゃんと見てたけど、うん、オンラインからも買える ね、そう、可愛かった。よかったらみんなも覗いてください、ね。ということで、はいね、4月ハーフアニバーサリーもそうですけど、うんうん、あっという間に新生活がね始まるっていうことで、はい、あれもでも学校始まったりとかももうしてるとこはしてるのかな。4月3日だとまだ早いのか、まだ早いか。そっか、週明けかそんぐらいか。でも例えばさ、上京するって決まってる子はもう一人暮らしの準備、うんうん、とかだよね。寂しかったらプロセカをやりましょう。みんな世界で待ってるから世界で待ってるから世界で待ってるから。あれじゃない、中学生高校生とかでさ、うんうん、あのクラスがある子とかはさ、うんうん、プロセカやってるとかでね、ね、盛り上がるのかな、うんうん、あ、文房具出しましょうよ。ほらクルトガとかいいじゃんクルトガとかいいじゃん、うん、私高校の時クルトガ命でしたもん。うん、出しましょう。バシバシ商品名言ってます。赤、青、黒、シャーペンぐらいのボールペンとシャーペン一緒になってるやつのボールペンとかあったら声優さん絶対買いますよ。絶対買いますよ。あの使います。2号でぜひ、2号でもぜひ。なんかチーム別で ね筆箱とかもいいじゃないですか。あ、欲しい。あと下敷きとかね、クリアファイルはもうありますあるからね。クリップとかもあったら嬉しいな。あ、クリップ欲しいな。めちゃくちゃ欲しいんですよ。台本とかほら舞台の時とか私は使うんで、止めるやつを、はい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 、あったらいいなって思います。思います。言っておこう。こんなに自由に喋るやつらワンダショチャンネルにはいなかったですからね。いないね。情報多いからね。そうそう、ワンダショチャンネルのみのりちゃんが出てる回見て、うんうん、あ、うちら結構自由にやりたいこと言ってる。でもあんなに時間ない中で私は堂々と自分の雪ミクのグッズを自慢するぐらいの北海道声でかいオタクっていう。ただあの自慢してる図を、そう、するためだけにクリアファイルになってめっちゃ面白かったあれ。アーカイブもきっと残ってると思うので、うん、みんなよかったら見てください。はい、ということで始めていきましょう、はい、25時ナイトラジオで今回もスタート。この番組はプロジェクト世界カラフルステージフィーチャリング初音ミクの提供でお送りします。改めまして鈴木みのりです。佐藤ひなたです。はい、ハーフアニバーサリーもあって、ワンダショチャンネルさんとかもねあって、情報だったりとかいっぱい出たよね、うん、いっぱいだったと思うんですけど、我らもびっくりしましたもんね。びっくりした。そうなのよ。いや本当だって何回もけど、まだハーフだよ。ハーフでさ、こんなにいっぱい情報あるの本当すごいと思う。なんかさ、曲すごいいっぱい追加してくださるからさ、うんうん、飽きることなくないいっぱい楽しめるし、うん、ジムもいっぱい溜まるから、うん、ちょっとニヤニヤしてます。してる。私は、うん、いい ね夢が広がる。そんな情報もいっぱいだったんですけど、うんうん、メールもねたくさん来てるので、ありがとうございます。紹介しますね。はい、八助さんからです。ありがとうございます。プロセカの魅力の一つとして、うん、オリジナルメンバーのミュージックビデオが見られるだけではなく、うん、自分好みのメンバー編成でミュージックビデオを見られることがあると思います。はいはいはい、個人的には25メンバーにアイドル親衛隊を踊らせることが好きなのですが、うん、お二人が好きなメンバーや楽曲の組み合わせはありますか？そうか、ある？みのりちゃん。私もでも八助さんと一緒で25にももじゃん、うんうんうん、踊らせると
しないじゃん。なんかさ、真冬全然楽しくないやってやるよみたいな感じがすごいするのが私面白 い, い, やいや。でも可愛い、みんなそのやらされてる感があるじゃん。かなでもなんかやらされてる感あるし、うん、でもね、そう、可愛い。なんか水木だけちょっとノリノリ感が、エナもちょっとノリノリが面白いよね、あれ可愛 い, い。だからそうだね、でも桃ちゃんの中で言うと、うんうん、あれかな、やっぱ毎回曲も好きっていうのもあるけど、メルティーランドナイトメアはなんか結構みんなが、うんうん、いろんなとこ動き回るっていうか、うん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 、それが可愛くて、そんなの2号ないじゃん。そう、動くよ、踊るけど、あんまり動く、ファンサーみたいな、なんか、ない、確かに、やっぱアイドルならではじゃないですか。確かに確かに、そうだな、私は、うん、ポテトになっていくの、うんうんうん、振りが素敵、いいんですよ、うん、司くんの回転がちょっと多いっていうのがポイントなんですけど、うんうんうん、すごいよね、水木を司くんのところに配置して楽しんでますね、うん、楽しいんですよ。なんかそのモーションで言うと、うん、なんか私最近別のお仕事で、うんうんうん、あの使わせていただいてるスタジオが、うんうん、あのね、プロセカーのモーションやってる会社さんのスタジオ で,、うん、で映像のお仕事なんだけど、うんうん、カメラ撮ってくださってる人とかもそのプロセカのモーションにのお仕事に関わってる方で、なんとすごいね、うん、なんかいつもどうやってあの撮ってるんですかって言ったら、なんかもう練習に練習を重ねて、うんうん、そこのスタジオで練習した後にあのセガさんの方とかで行って本番に向けて本番を撮るんですとか言ってて、本当ライブと一緒じゃん、すごいな、うん、ねえ、本当にダンス全部好きですもん、うん、私ね、なんかやっぱグループによってダンスの色も違うじゃん、やっぱ、うんうん、ニーゴはさ、その限りなく灰色絵とか、うんうん、悔やむと書いて未来見てって思ったんだけど、どっちかっていうとなんかちょっと芝居がかってるっていうか、コンテンポラリーに近いというかね、うんうん、ジャズとかねするよね、しますね、確かに。ビビバスはどこまでもストリートの、いやだからビビバス踊りたいんです、佐藤はストリート、こういう系が好きなの、得意な方はこっちかなとか思います ね、 ね、列島上等とかフラジールはめちゃくちゃ踊りたくて、うんうん、でなんかレコーディングに行くたびに、うん、吉岡さんと広瀬さんは、うん、列島上等やりたいって言ってたから、うん、あと2枠空いてますよって言われて、はいはいはい、あ、行きなさい、え、どれやろうかなみたいな、でもなんかすごすぎるメンツすぎてそんな中に入れないと思って、いけるよ、だからなんかね、しかもさ、本当にもみんなでやろうとか言ってたのにさ、誘ったら誰もやりたいっていうものにしそう、エクじゃあやる、みんなやるなら頑張るよね、あのともりちゃんもお仕事ならやりますって言ってたんでお仕事なら、ね、いや面白いですよね、うん、先生に教えてもらえるなら全然やる、そう、私も先生に教えてもらえるならね、やりたいって思う、うん、限りなくとか超踊りたいもん、意外とニーゴの中では激しめな曲かなと思ったから、確かに、うんうん、確かに、そうそうそう、ちょっとなんかいいよね、手を伸ばしたりとかするのも、ねえ、リンちゃんのポジションを誰がやる、あーね、ほんとそれだわ、広瀬さん呼んで広瀬さんね踊れそう踊れそう、うん、なんかすごい喜んで踊っていただけたら嬉しいです、踊っていただけたら嬉しいですね、はい、はい、じゃあまだまだありますね、はい、ポムポムさんからです、かわいい、ありがとうございます、ありがとうございます、こんばんは、こんばんは、イベントをやっていてねねちゃんの人見知りをしている姿と、うん、いちかの頑張って話しかけようとしている姿を見てあるなぁと思いました。自分は人見知りをして仲良くなれば話せるタイプですが、皆さんはどうですか、うん、すごい人見知りしますよ私は、ね、私もひなたちゃんが呼んでくれたひなたちゃんの番組に行った時に、うんうん、ひなたちゃんは人見知りなんだっていうのを知った目を合わせられない、そう、今ねやっとね、うん、やっとね、最近目合うようになってきたんですけど、ニゴラジは大体目合ってなかったよね。そうそう、あの目合わせられないんですよ、うん、私。だから結構冷たいとか、うん、クールって勘違いされるんですけど、うん、人の目を見て話せないんですよ、うんうんうん、人見知りが激しすぎて、うん、だから舞台とかだと1ヶ月稽古して1週間2週間本番があるんで、うん、小屋入りしてやっと初めてちゃんと喋るパターンが多いですね、はいはいはい、私は。なるほどね、私もお仕事だと喋れるんだけど、うん、あ、そうなんですよ、ラジオ内とかだったら話せる、でもそうじゃなくなると、なんか楽屋とかになると、うん、ここは話しかけていいのか否かっていうのが難しいよね、うん、そう、何を話せばいいかも
わからない。そうなんですよ。だからその出演する方の情報とか私めっちゃ調べちゃう、うん、えらい。だから何が好きなのかとか、うん、知ってるのに知らない体で喋るみたいな、はいはいはい、振るだけ振って、そうなんですかみたいなことをしてますね、いつも。なるほどね。どうしたらいいんだろうね、こういうのってさ、ね、人見知りって治らないと思う、もう、うん、そういうもんだよ人見知りしない子いる、周りにいるか。あ、いますね、うん、いい子だと思う。完全ともりちゃんだよね、きっとね。ともりちゃんはもうなんかポジティブを振りまいて生きてるように見える。ね、すごい羨ましい。ああいう風に生きてみたい闇が出ちゃう。ああいう風に生きてみたいな、ね、ポジティブ大事だよ。るいちゃんはね、あのポジティブに見えるけどね、うん、空回りしてるイメージが、うんうん、空回り。でも多分田辺氏も人見知りだよ ね感じする、うん。だからあのニーゴの LINE グループも全然動かないんですよ。動かないもんね。だって本当にラジオで収録した時にあの挨拶したアニアですとか、そう、あとひなたちゃんがこの写真使ってもいいって送って、なんて業務的な、なんて冷たい大人の LINE なんだ冷たい大人ね、あのスクリーンショットね、うん、あの挨拶したところを使っていいですかって聞いたら、いいですよいいですよいいですよ、ありがとうございます。以降全く動いてないこんなに同年代が揃ってて、ね、若いピチピチの女の子たちが4人もいるのに、ね、いるはずなんですよ。何も起きないよ。起きない。日常とか撮ってないですよね。撮れない。でも LINE とかって何に連絡していいか分かんないの。分かんない。私も。何にしたらいいの。だってさ。でも私みのりちゃんにすごい連絡しようか迷ったのが、うん、あのサンシャイン池崎さんが1万回、うん。あのジャスティスを言うやつを、うん、私朝からずっと見てて、一緒だ、私も朝から見てた。で夕方くらいになって、うんうん、うわもうあとちょっとでジャスティスも終わるなと思ってたら、うん、みのりちゃんが朝つぶやいてて、うん、うわこれ乗り遅れたと思って、うんうん、LINE しようか迷ったけど、うん、やめちゃった。やめちゃった。してよ。ジャスティスのフィーバーとかもめちゃくちゃ、ジャスティスジャスティスみたいな。そうジャスティスって言ってティッシュジャスって言ったら返されるのめっちゃ面白かったよね。多分アーカイブ残ってるから。そうそう、あれ超面白かったからみんなに見てほしい、うん、でもサンシャイン池崎さんもさ、あの漫画とか好きで、うんうん、オタクな面があるので ね、いつかプロセカをやってくれないかな、ね、やってほしいこの間アドさんの曲とかもね、うん、あの替え歌、うっせーやつがそうそうそう、うっせーは歌ってみたってパンナコッタっていう面白かったでも笑いの通話一緒だから仲良くなれる私本当に、うんうん、あの10時間ぐらいそれやってたんですけど、やってたやってた。朝の9時から見始めて、うん、1回お昼にお仕事行って戻ってきて、うん、そっからもうずっと終わりまで見てて、うんうんうん、な感動することなんか何もないんだよ。だけどもう最後泣いちゃった最後のジャスティス行った瞬間に、あーよかったねとか言って、私もすごい拍手しちゃったもんね。よかった、いやいや1万ジャスティスありがとうと思った、ね、ほんとすごい元気出たもん全然プロセカに関係ない話してた気づいたらでも私たちの距離は近づいて、ちょっと近づきましたね。人見知り同士、人見知りはこうやって解消していくと思います、うんうん、はい、いいんだよみんなと仲良くしなくてもね。そうね、はい、じゃあまだまだあります、はい、クリオネさんからです。ありがとうございます。皆さんこんばんは。こんばんは。最近私はプロセカでユニットを超えての関係が増えているのを見て和んでいます。特にルイとミズキの過去はいいなと思いました、ね、皆さんはニーゴ以外のユニットの楽曲で歌いたいと思った曲はありますか。うん、そんなのいっぱいあるよね。ある。でも私意外とニーゴ内で嫉妬しちゃう。なんか言ってたよね、なんかそのなんだ、みのりちゃんが好きだった、うん、好きだったっていうか昔から好きなボカロ P さんの楽曲が結構ニーゴ率が高い、うん、そう、自称無職とか、うんうん、ハロハロハロ歌ってるわあのあれ乙女解剖を歌いたかった。ほんと、うん、乙女解剖ね。あ、なんだろう、なんだろうな。でもレオニーさんもそうね。私は八王子 P さんとか、うんうんうん、ギガさん、うんうん、ネオルさんの曲なんで、ビービーバスがね羨ましいって思いますし、うん、あの Once Upon a Dream を作ってくださってる、うんうん、その安弘さんとか、うんうん、こうキラキラした曲とかも好きなんで、うん、レコーディングに行くたびに、うん、こう
いいですねって言ってて、なんか他のユニットと歌ったらどうですか水木がって言ったら、ねって言われてたのが、あまり未来が見えなかったです、いつかいつか。でも歌いたい曲はめっちゃあります。なんかジャジーな曲とかもすごい歌いたいですし、あそうだよ、あのさみのりちゃんがさ、私の番組来てくれた時にさ、この曲えなと水木で歌いたいって言ってたさ、なんだっけな、ああ素晴らしきニャンセが歌いたいなって、歌いたい私は思った。掛け合いしたい、2人でなんかもうがっつりそういうね曲歌いね、歌いたい私も、携帯電話とかシャルルとかね、結構えなちゃんとは一緒が多いから、ことが多いからやってみたいなって。いいね、あるみのりちゃん。私でもももじゃんが多いかな。ももじゃんか。でも知ってた曲とかじゃなくて、ももじゃんが歌ってるの聞いて、いい、あこんな曲もあったんだって。あ私もそれかも、恋愛裁判とかもそう、あれじゃないじゃん、ひなたちゃんにさん、あれじゃない、40メートル P さんの曲がハマるんじゃない。トリノコシティとかだったらニーゴも歌える。どうですかね、言っちゃった。最近思ってるのは、才能サンプラーっていう曲があって、あの曲とかね、もう才能って言ってるから、ニーゴ歌ってもいいんじゃないか。ほらいっぱい出てくるよ、ね、どうですかね、どうですかね。先々の曲は意外と私たちも知らないものが多いので、なんかみんなもね、このユニットにこの曲歌ってほしいとかあったら、もしかしたら採用されるかもしれないんで、ね、ぜひぜひ言ってみる分にはタダですから ね、お願いしますね、はい、はい、ということでお便りの方は以上でございます。はい、皆さんからの投稿たくさんお待ちしています。ここで一曲お届けします。ボッカデラベリタ、あいあいあい hate you なななななんですの、君がいなけりゃ私はないない、はいはいそうですってそのたまりです、喉を過ぎ去る恋のありよ、くたべらだらけ、あたしこじゃいられない、それは常にひしひし、あなた why why don't you の点でダメですの、意味があるなら言葉にせずに、ただし態度で示さなきゃ、すべてが伝わらないままになる、トップシークレット明かさないように、そう I I I hit you なななななんですの、君がいなけりゃ私はないない、はいはいそうですってさ、お届けしたのはボッカデラベリタでした。はい、すごいかっこいいよね、かっこいい。おひらぎきらいさんの、そのもうボッカデラベリタのボカロが結構あーいってやってるのが多いから、最初それで撮ったんですけど、ちょっと水木にしてはいかつすぎますねって言われて、あそうなんだ、そうそうそう、あのちょっとね、あの丸くなりました。でもいい塩梅でね、あいい塩梅で丸くしました。 いやー、みんなたくさん、プレイしてもらえたらなと思うけど、ちょっと譜面ね、難しかったね。難しそう、難しいんだろうね。ね、みんないっぱい遊んでください、お願いします。25時ナイトラジオで、
続いてお届けするコーナーはこちら、いいねください。はい、私が演じる東雲エナは承認されたい気持ちが強い女の子です、うん、ということで番組を聞いている皆さんにも承認欲求を満たしてもらおうというコーナーです、うん、100いいね満点で採点をしていきます。最近は出てるんですか、いいの。いいねはねあるんですけど、うんうん、でもお正月にちょっと上げすぎて反省した2月でしたね、うんうん、3月4月ね、うん、どうなるのかっていうのがちょっと楽しみですけど、うん、早速紹介していきたいと思います、はい、ラジオネーム紫パーカーさんからいただきました。こんにちは。こんにちは。ラジオ毎回楽しく拝聴しております。私にとってプロセカは初めて本格的にプレイする音ゲーになります。そこでプレイスキル向上を目指しある縛りを設けました。それはオールパーフェクトを取るまで、うん、次のレベルはプレイしないことです。おお厳しい。イージーからコツコツ進めて先日目標にしていたエキスパート進出10曲を達成しました。おしかも10曲ともマスター解放までできました、うん、音ゲー初心者としては頑張ったんじゃないかと自画自賛しております、うん、これからのモチベーション維持のためにもいいねくださいといただきました、うん、そうですか。そうですね。どうですか。いやすごいよ。私もうこういうの絶対そう。このやり方の方がさ、うん、アイテムとかも多分報酬ももらえるし。そうそう全部もらえる。もらえるもんもらっといた方がいいしね。そうそう。私いつもなんか自分のもうできるって分かってるパート飛ばして、うんうん、ハードとかエキスパートあたりからやっちゃって。そう私も。で今もうまだやってない。あのイージーとかあるもん、うん、私もいっぱいある絶対やった方がなんかいろいろもらえるんだろうなって分かってるんだけど、うん、なんかそれをやろうとしてやらなきゃ次行かないって思ってるのが偉い。いや偉い、うん、ってことはこの投稿どうですか。うん、50いいね。おお半分半分意外と低い。なんとなく頭に浮かんだのが50いいねだったそう。え、50伸びしろがあるってこと。伸びしろがある。そう、あとはモチベーション維持のためにもだったら多分1いいねでもきっと紫パーカーさん喜んでくださるかなって思って。ああなるほどね。でも1いいねだとかわいそうだし、そのイージーからコツコツちゃんとやってるところは私にはないところですし、うんうん、なるほどね。多分そんなにみんなじゃないと思うから。そうね、偉いね。そこはすごい。購入したら100だよ、よかったね。そうですよ。そう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 、はい、自画自賛もしてるからね。まあまあまあ、そう50ぐらいがちょうどいい、うん、まあなかなか手厳しいスタートでしたが、いやいやいや、続いてまいりたいと思います、はい。ラジオネームそば、うん、うどんさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。こんにちは。こんにちは。私は今25ガチャのためにクリスタルを9万個貯めています。うわ、しかしまだ溜まりきっていない時にピックアップの25のガチャが来てしまい、うん、欲に負けて10連引いてしまいました。いいよ。その時のガチャ演出が金で星さんかと落ち込んでいたら虹色に昇格し星4が2人出ました。へえ、すごっ。そんなことあんの。しかしこれだけでは終わらず、すぐにもう10連引いたら金色から昇格演出でその時のイベントの星4真冬が出ました。へえ、なんと2連続で昇格演出を見ることができましたといただきました。え、すごくない。すごい。やっぱ普段頑張ってやんなかったから貯めてるといいのかな。え、でもこれは違う。8いいね。8いいね。わお、92も落としてますよ。え、こういうこと言っちゃダメなんですけど、うん、ずるい。あ、ずるい。ずるい持ってるから。うん、ずるい。羨ましいが勝っちゃう。勝っちゃう。みのりちゃん、ちなみに、うん、この間のイベント、エナのイベント、エナのイベントチャリンチャリンしました。チャリンチャリンはしたんだけど、でもそんなにしなかったの。おお、めっちゃ貯めてたやつ、うんうんうん、あのお金ね、ジムとかね、そうそうそう、発生しないやつで貯めてたやつで、なんかその日休みの日に、うん、今日はちょっとプロセカ本気出して、いつもは、うんうん、あの30分とかしか毎日やらないんだけど、うんうんうん、今日はちょっとやれるなと思って、うんうん、4時間ぐらいやったの。すごい。でそれのご褒美にちょっと1回引こうって言って引いたら、うん、あ、2回ぐらい連20連したのかな。20連かな、したら、うんうん、アキトが出たの。すごい。そう、この間のビビアスイベントのすごいな。出てこれは来てる。でもまあ今日はいいやと思って、それからまたやって、最終日にイベントのエナのね、うんうんうん、単発で
何回かやって、うんうん、でそれでも出なかったらもう何十連でもやってやろうと思って覚悟が違うやったらなんかね、うん、5回か何回か目に出て、うんうん、すごい。でそのねエナのイベントが終わる直前にあのセレクトガチャみたいなのが発表されて、だから、まあ、それイベントでエナ出なくてもワンチャンセレクトガチャでエナ出るの待てばいいかなって思ってたんだけど、ね、うんうん、甘えず引いたら、いや甘えない方がいいって出ました。でもこの人もすごい貯めるっていうのはすごいことなんですけど、貯める努力はすごいけどずるい、持ってることがずるいんで8位ね。そう残念でした。残念です。でもおめでとうございます。ねおめでとう。ずるい。でもずるいね。ずるい。でも持ってんの羨ましいわ。私欲しい音全然出ん。でもなかなか出ないよね。やっぱそうだよね。私だって水木の欲しい音しか持ってない、うん、私もあるけど、うん、あるけどそんなない、ね、なんかなかなかですけどね。はい、じゃあ続いていきたいと思います。はい、ラジオネームコロちゃんさんからいただきました。ありがとうございます。我が家では去年からトイプードルを飼っているのですが、なかなかトイレを覚えてくれなかったのですが、うん、粘り強いしつけでようやく覚えてくれました、うん、僕のことはいいのでトイプードルにいいねをくださいっていうこのね、何このかわいい大人の汚い手を使ってきましたよ。犬を犬を出しにいいねをもらおうとしてるぞこの人。コロちゃん、うちもお手を覚えるのに3年かかりましたもん、うん、あそうなんだ。やっぱみんなかかるの。うちちょっとおバカちゃんなんで。おバカちゃん、うん、え何チワワちゃん。チワワちゃん、これ難しいの。トイレトイレは、うん、頭いい。いやどうだろう。うち2匹ともすぐ覚えましたね、うん、やっぱワンちゃんによるんだね。よりけり性格にもよるかもね。そっかそっか。でも私この前友達の飼ってるトイプードルのワンちゃんがいつもはもう賢くちゃんとトイレにトイレするし、うんうんうん、なんか人にギャーギャー言ったりとかもしておとなしい子なんだけど、うん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 、なんかその日は興奮しちゃったのか、なんか走り回りながらウンチしちゃってキャーってなってすごい白いなんかカーペットとかにうんちを出しちゃってびっくりするよね。そんな時もあるんだなって。トイプちゃんはね好奇心旺盛だったりね、うん、元気だったりしますからね。そっか。何いいねですかね。何いいね。トイプードルってなんか数字にできる。トイプードルのトー10。じゃあ10いいねで。なんか私が悪いことしちゃったみたいになっちゃったけど全然ね、うん、私関係ないんで、うん。いやいや偉いよ偉いよ。トイプードルちゃんはトイプードルちゃんは偉い、うんうん、けどその僕のことはいいのでっていうワードがね、うん、ダメヒゲした。自分のことはっと、ね、うん、もっと自信持ってこコロちゃん。はい、はい、今回の紹介は以上となります。はい、ということでこんな感じで皆さんから承認欲求を満たす自慢や褒めてもらいたいことを募集しています。以上いいねくださいでした。5時ナイトラジオで。ではここからはプロジェクト世界の情報をお届けします。ただいまイベント君と歌う桜舞う世界でを開催中です。イベント終了後にはアフターライブもあるのでぜひ皆さん参加してくださいね。また同時開催中の君と出会う桜の道ガチャでは星4の星野いちか、あずさわ小羽根、初音ミクの3名の新メンバーの出現率がアップ中です。皆さんぜひチェックしてみてくださいね。はい、ということで詳しくはプロジェクト世界の公式サイトや公式ツイッターゲーム内のお知らせでご確認ください。以上プロジェクト世界からのお知らせでした。
お届けしてきました25時ナイトラジオでエンディングのお時間です。番組では皆さんからの投稿をお待ちしています。ゲームや番組の感想、メンバーへの質問、さらに各コーナーへの投稿もお待ちしています。投稿はメールでお待ちしています。アドレスは25radio@pjsekai.jp です。が番組概要欄にアドレスも掲載されてますのでご確認ください。皆さんからの投稿お待ちしています全部イントネーションがパパパパーってなるね、うん、今回もね、うん、あのボッカデラベリタをね、うんうん、お届けさせていただいたんですが、はい、ニーゴの楽曲はこれでなんと一周したようで、うん、ということで、うん、次回からは皆さんから番組で流してほしいプロセカ楽曲のリクエストを募集します。おなんか何でもいいんだって。そのプロセカに入ってれば何でもいいってこと、うんうん、その、うんうん、ユニットの子が歌ってなくて、うんうん、バーチャルシンガーが歌ってたら、はいはい、じゃあメルトでもいいし、うん、そうそうそう、なるほどね、ジャキーナイトでもいいし、はい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 、っていう感じなので、皆さん楽曲名とその曲の好きなポイントなどを書いてリクエストしていただけたらなと思います。いい、ね、私もメール出しちゃおうかな。私もメール出そうかな、個人的に、ねえいやでもそっか、結構な数だって12回目じゃないですか、うんうん、今回でも12曲あっただってことですもん ね今12曲でもまだまだ増えていくと思うだからきっと ね我らもレコーディング結構してますもんね、うんうん、いや楽しみです。アルバム1枚分はもうほらねできちゃった。なんか各々のソロのアルバムとか作ったらさ、うんうん、もうすごい枚数になるくらいには、うん、ね、いいな、そういうのもやってほしいな、ね、言えば無限だからね、無限だからね、うん、せめてなんかサブスクだけでも、うんうん、解禁してくれて、あれやりましょうよ、カラオケ大会しましょうよ、キャスト陣でしたいしたい、やろうよやろうよやろうやろうえ、やりたいで、いつか私の夢ですよ、あのプロセカがカラオケルームさんとかでコラボして、うんうん、ね、でカラオケ大会、ボカロ縛りのカラオケ大会、うわーやりたい、生配信やりましょうよ。めちゃくちゃやりたいけど、それかいいですよ、このラジオでロケしてもいいんですよ。ラジオでロケとかどうですか。だってほら YouTube だから、うん、だから動画でもいいんですよ、その時だけとかさ、うんうんうん、えいいじゃないですか。偉い人に偉い人に伝えといてくださるらしい。おだからあの偉い人聞いてましたか。いやでも本当に私は何度も言うけど、マジであの声優というお仕事じゃなかったらプロセカのその、うんうん、イベントグッズか考えるチームに入りたい。いやね、うん、さっきもさ、うん、文房具の話してたじゃない、うん、ね、文房具とかもいいしね、うん、T シャツも今欲しいし、欲しい、ロングタオルも今欲しいし、あれ欲しい、自分のキャラがもうドーンって書いてある、あのフルグラか、そうそうそう、エナの星さんのさ自撮りのやつとか、あー欲しい、水木も欲しい、欲しい、いやどうですどうですフルグラ T シャツとかどうです、どう思われます、どう思われます、もうすぐ夏が来ますけど、そうですねねえどうですか、ね、私が広告塔だっていう感じで T シャツ着るのどうです。あ全然着ますよ、私も着ますよ、うん、着てラジオ着ましょうか、着ますよ全然やばもう欲望に欲にまみれたラジオになっていますので、ね、でもレトルトのさ、あの、うんうん、水木のカレーとか出しましょうよ。止まらない止まらない、止まらない、どうしよう、もうエンディングだっていうのに時間でーすって言われちゃったもっと喋りたいけどね、はい、ということで時間来ましたので終わります、はい、次回は4月17日25時から配信予定です、はい、ここまでのお相手は鈴木みのりと佐藤ひなたでした。それではまた次回25時ナイトラジオで。この番組はプロジェクト世界カラフルステージフィーチャリング初音ミクの提供でお送りしました。